はキャノピーって言って、まあ、風防なんだけどだいぶちっちゃいでしょ。ここの高さは、まあ、これ専用設計もちろんされてて、シートに座った僕の座高の高さプラスヘルメットの高さから何センチだっけ、3センチぐらい余裕を取ったところでここの頂点決めて、まあ、それに合わせてこう流線形を作って設計しているので、まあ、この辺も目いっぱい絞り込んであるので、もう最低限しか見えない外も、まあ、そこまで目いっぱい絞り込んであるので、だいぶちっちゃい。空気抵抗をやっぱ減らすためになるべくちっちゃくした方がいいし、なるべく下げて狭くした方がいいので、目いっぱい絞り込んであるのがこのキャノピー。本当にギリギリの高さで作ってるんですね。その高さもそうだし、まあ、横もほとんどね、腕ここまでしか通りね、この目線がここ出るように設計してあるので、この辺の位置、この高さに設計した、まあ、見える時もあれば完全にブラインドになる時もあって、まあ、そういう中でちょっとタイミング合わせていかなきゃいけないから、最初慣れるまではやっぱ難しいんじゃないかな。